いや島でしか幅を利かせることができないだって MC に言われたくないんだけれども、東京のレベルに追いついて初めてラッパーと呼べるから俺は愛がラッパー人間を辞めたって言ってるんだよ。というわけで16試合目ですかね、一応最終試合に当たるんですかね、のところが言ってるのが呂布カルマ君です、翔一郎シードスクー BJ っていう感じなんですけど、まあ解説いりますって感じもあるんですけど、もう翔一郎のこの2019年のなんていうんですかね、ブームというか、あ、いや絶対でもあるんですよ確実に。翔一郎、あ、これねよく H 抜けるんですよね、全国のオーガナイザーさん気をつけてください。翔一郎呼びたい場合、翔一郎はなんすかね、翔一郎ってやっぱなんかおかしいですよ、人として。人として、ちょっと MRJTV のね過去の翔一郎の動画とか、バトル見てもらえれば分かるんですけど、なんかあるじゃないですか、コメント欄でよく僕見るんですけど、しょっちゅうネタでやって、計算してネタでやってんのか、素でやってんのかが、マジでわかんないみたいな。なんか、誰々は計算してんのわかる。誰々は素でやってんのがわかる。誰々は素でやってて、それが受けてるのはわかってるみたいな。でも、しょっちゅうはわかってないのか、わかってるのか、ネタなのか、素なのかわからないみたいな、あるんですけど、じゃあ、派遣社員とか、怨念ジャップわかんないけど、関係者の人、ジョーとか、アマテラス、正社員さん、モアイさんは、しょっちゅうのことを、どれだけ理解してるかって言われたら、人間の脳と同じだと思うんですよね。全体のまだ 10% しか解明されてないみたいな。それ翔一郎っていう NG です。で、いや、じゃあ、そのなんていうのかな、翔一郎って、もう、でもまあ、絶対にここの系譜ついてるじゃないですか。呂布さんの。で、神っていうのはまず1個目のキーワードなんですけど、これは単にどちらかが神っていうわけではなく、戦国のなんだっけあれ、漫画アニメ漫画がコラボした、イベントがあったんですけど、呂布鳳仙っていうキャラクターとして、トール氏っていうキャラクターとして、戦うっていう、まあもちろん みんな見てると思うんですけど、対決があったんですね。まずそれ見てきてほしいんですけど、仮にっていうかそういうテーマがある中でなんで、あくまでそれって代理戦争なんですよね。代理戦争というか、憑依 MC バトルっていうのが昔あったんですけど、それなんですよ。なんで、本人たちで戦うのが見たいって思ったんです。なぜなら、僕がそう思った理由は、単にこのカードが、そのね、2019を締めくくるのに面白いじゃんみたいな話ではなく、翔一郎が一番調子良かった試合何かって言われたら、これなんですよ。これなんですよ。その戦国のそれなんですよ。なんで、でもあれ代理戦争であのレベルを翔一郎がで現場で見たら、その動画で見ると翔一郎全然ダメじゃん、格の差見せつけられてんなみたいな感じだったんですけど、現場で見る限りはかなりいいじゃん翔一郎って感じだったんですよ。でそれファミリー渋谷ファミリーって200、あの日お客さん200人ちょっと入ったんですけど、210か20か、もうちょい行ったかもしれないですけど、入ったイベントなんですけど、じゃあ大箱で本人同士でやったらどうなんのっていう、どうなるか、どんな試合になる、どんな内容になるの、翔一郎っていう風の話になってくると思うんですよ。呂布さんは一定したね、スタンスで来ると思うんで、まあ、2代目、3代目、もう呂布さんの説明いらないですよね。もうめちゃくちゃ強くて、もうめちゃくちゃかっこよくて、まあ、オリジナリティ、この子っていうか、その自分の考えみたいなのがしっかり定まってるところなんで、人に叩かれてもこれはいいじゃんっていうスタンスだったりとか、逆にね、これで認めさせられるっしょっていう、その確固たるね、精神を持ってる人と、それに、まあ、憧れたっていうか、影響を受けた翔一郎。まあ、いろんな MC はいろんな MC に系統が寄ってきたりね、すると思うんで、だって、そのいるっすよ、全然。今、バーンって流行りでこう来て、こいつ間違いないってみんな言われてる人でも、いや、こいつ誰々のパクリじゃんみたいな。見る人も見たら、思う人って全然いるんですけど、ヒップホップってそういうもんだから、まあ、それをね、どこまでの度合いにするかとか、どういう風にブランディングするかっていうので、翔一郎はここの系譜だよっていうのが分かりやすい、MC だと思うんですけど、まあその一戦で、さらにリキッドルームで前回、ナスティ・ジョーというのをですね、がライブするときに最後の2、3分翔一郎にあげたんですよ。凱旋秋の陣ですね。翔一郎に、お前俺らのライブ枠使って1曲だけライブしてこいと。で、その時に緑さんが、例の木の棒を翔一郎に渡してライブさせてもらったんですよ、翔一郎は。で、翔一郎はそれを左手に持って、こうやってマイク持って、もうそれこそ緑さんみたいにこうやってライブやったんですよ。で、その次が緑さんなんですよ、ライブ。木の棒をね、バトンパスして、緑さんがもらうんです。
リフさん何言うのかなと思ったらイントロ高野目さんバック DJ が流して一言目があいつ偽物だから左手でキー持ってた本当は右手で持ってたら正しいらしいですね。だからこのキーの持ち方も知らない男とね。で、しょっちゅうのにそのこと、時のことをネタでいじるとなんかすごいちゃんと言い訳してくるんですけどね。いや違う、あれはこうだったからって言うんですから、はい、そんなやつと。ちなみにしょっちゅうのはこっち23歳ですね、僕と同い年です。渋谷のフラミンゴ派遣社員翔一郎っていうのが同じ世代の96年世代って覚えてくださいね。あの本当はね、はい、いろいろいるんですけど、はい、というわけです。ジェイクが C ですね。で、スキビジェイクはね、もうめちゃくちゃ強いじゃないですか。割と、リフさんと翔一郎とか、こう、なんですかね、バーって盛り上がってきたとか、まあ、最終試合なんで、単純に16試合目って、結構バチバチに締まる試合の方が面白いかなと思って、どっちが勝つかも分からないし、みたいな、シード戦の最終試合っていうところはね、ここでシード戦の最終試合、なんか、スクービージェイ君が出てきて、全員の MC の顔をお客さんは見ることになるわけなんですよ。なんで、その最終試合っていうのは、割とこうね、バチバチで締まる試合がいいかなと思いますんで、呂布カルマ対スクービージェイなのか、翔一郎対スクービージェイなのかってところはまだ、あれですけど、まあ、ジェイ君とかね、もう、なんすかね、スクービージェイ君って、ちゃんと関西の系譜を受け継いだ感じの踏み方するんですけど、なんか、和風ですよね、全部。曲のテイストとか、ライミングとか、立ち振る舞いが和風ですよね。で、結構和風寄りの MC であると思うんで、翔一郎、呂布カルマっていうのも、そのなんか、まあ、なんていうんですかね、オールドスタイルに近い感じが和風になるんですかね、結局。で、まあ、その辺の対決で面白いかなって思うんで、ちょっと和風なビートで見たいかなっていうところも僕個人としてあるんで、まあ、それもね、蓋開けてみて DJ がこの試合をどう見るのかとか、っていうところが、まあ、見どころになってくるかなって思うんで、ぜひチェックしてください。